どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。燃え尽きてリーダーでございます。プレゼント企画のですね、パソコンの撮影が、組み立てて、動作確認してっていうところがですね、終わりまして、とりあえず商品の紹介の動画を作ろうかなと思ってカメラを回しております。正直企画としては弱いかなーって思ってます。いやー、正月も三が日ももう終わりで、私は一応明日まで休みかな。乾杯。まあそんなことはどうでもいいですが、とりあえず YouTube や Twitter やらで1週間ぐらい前からやる言っておいてね、車とかお持ちの方がいいかな。郵便局止めとかね、ヤマトならね、ヤマトでその支店止めとかね、そういう形で私は住所も電話番号も名前も適当で送ります。最悪伝票番号さえあればね、送った人が受け取らなくても追跡やらないやらでね、こうわかるんで、まあそういう形にしようかなと思います。話がそれましたね。というわけですね、使う CPU、 まあ APU なんですけどね、Ryzen 3の 3200G、 もうほとんど新品は品切れないんじゃないかな。まあサブでね使う人も多いと思います。デスクミニでね使いたいっていう人もねいっぱいいるでしょう。単体だったらね、多分今でも高くても8000円ぐらいで売れるんじゃないかな。で CPU クーラー未使用で、中にグリス、この丸いやつですね、丸いのがグリスで、このまんまグリスは使ってくださいって感じですね。グリスは梱包しません。で、メモリは PC42666CL19288ピン、 1GB2 枚、16GB ですね。で、SSD MX500GB ですね。で、クルーシャル。で、5年保証って入ってますけど、これがね、もうないです。まあ、保証法はもうない。ないもんとお考えください、全部。マウスですね。一応未開封品ですけど、これ割と良かったんじゃないかな。ヤマダ電機で買ってます、ね。どっちも有線ですね。キーボードとマウス。日本語表記は一応ちょろっとありますけど、基本的にないですね。未開封品。で、こっち箱潰れてます。これ動作するかしないかは、中の製品次第ということで。で、一応スピーカーも付けます。スピーカー。これもジャンクで買ったやつですね。一応綺麗な感じでね、使えたんで。ただ、なんか USB 挿すところね。挿すところを、電源供給の強い、なんかな。一応付けときます。今全然使ってないんで。で、グラボこれですね。GeForce GTX670。インテル第3世代ぐらいの時に一緒に発売されたやつかな。性能的には GTX1650 より全然低いです。そう考えるとすごいな、補助電源なしの、グラボの進化は。ゲームできないことがないんでですね、一応つけときます。ITX なんでね、コレクターで欲しい人はいるかもしれないですね。で、電源は、古いもんですね。古いです。CX500M。ここがね、もうボロボロですね。一応欠品はないとは思いますけど、確認はしてないです。これから動画作るんですけども、動画で作るようなパソコンを組む場合は全然使えると思います。補助電源に8ピン2個使うようなハイエンドなマザボにはまず置きません。そういう時はおとなしく電源買い替えてください。ちっちゃいんでね、比較的ちっちゃいケースにも入るとは思いますけど、古いんでね、壊れても知りません。そして、マザーボード B450 スチールレジェンド。一遍ね、ダメになったんですよね。一遍、うんともすんとも言わなくなって、復活しないかなーとか思って、やったら復活してたっていうやつですね。一応使えるんで、今使ってるやつ LED が死んでるかな。超人気、超絶人気、超売れたマザーボードですね。で、ずっと見えてるケースがですね、サーマルテイク、ベルサ、バーサ、2H26 スノーエディション。一応ね、このペリペリ、
合わせます。アクリル板ですね。5000円くらいで買える割にはすごくいいケースで、まあ作りはすごくいいんですけど、やっぱりネジ穴とかね、ちょっとっていうのはやっぱありますね、この手のケースはね。まあいろいろと面白いケースですね。そしてモニターはこちら、ゲートウェイの 1600×900 の、まあ使いづらいですね。サブのモニターとしてもちょっと使いにくいモニターですね。これもつけます。梱包頑張ります。で一生懸命拭いたんですけど、ちょっとね跡がね、普通に使えるんでこれもつけます。まあこんなとこかな。で OS はつけません。ということでパーツ紹介を終わります。以上、燃え尽きてリーダーでした。また明日。